で、これか。ヒントとかね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれ、私体力とか回復せんかったんやっけ。でもここについて、え、セーブして終わっただけかな。おう、旅の人、よく来たな。砂漠の町、カラカラタウンへようこそ。ここはロレンチョ親分が仕切っている町なんだぜ。そいつを覚えておくんだな。ロレンチョ親分とは言っても、あんたたちがロレンチョ親分と会うことはねえだろうけどな。なんで、絶対会うよ。ロレンチョ親分は偉い人、ロレンチョ親分は強い人、ロレンチョ親分がどこにいるかは誰も知らない。本当の仲間だけの秘密。じゃあ町の人たちも知らんってこと？キノコタウンには道場があるのを知っていますか？昔道場に挑戦したことがあるんですが、頑張ったおかげで2段の証をもらいましたよ。マリオさんならきっと強いから。あれ、何も持っていないんですね。持ってないよ。なんだ、悪いのか。聞いて聞いて、砂漠のどっかにサボテン岩ってのがあるんだって。あ、情報屋かこれ。そこから南に3つ、西に2つ。これ取ったんよね、確か。じゃ、ここまでしか来てなかったってことかな。入り口でこの家だけ訪ねて終わったって感じか。お、なんか出てきた。なになに、めっちゃ慌てとるみたいやけど。おお。早くなった、さらに。キノコタウンにはものすごくよく当たると評判の占いのおじいさんがいるそうです。冒険の途中で困ったことがあったら占ってもらうといいですよ。占いなんかで、ここでなんかあったんかな。お出かけ中、なんかいっぱいアイテム並んどったよね。お店。あなた、キノコタウンから来たのですか？ずいぶんはるばると遠くから。アラビン遺跡？さあ、聞いたことがないですね。おとぎ話か何かでしょう。どうしても探すというなら、情報屋に尋ねてみてはいかがですか？この町のどこかに、物と交換でいろいろ情報を教えてくれる情報屋がいるという話です。と、私の相棒は言っています。ちなみに私の相棒は、情報屋でなく、恥ずかしがり屋なんです。何か言いたげやなと思ったけど、恥ずかしがり屋なんや。こっちには話しかける感じ？何も返事が返ってこなかった。私に何か用かい？私の仕事は作曲家。歌を作るのがお仕事さ。はあ、どこかに心が揺さぶられるような素敵な詩はないかな。素敵な詩に合った曲を作りたい。これが私の願いなんだよ。サブクエっぽいね、なんか。どこかしらに詩があるんやろう、きっと。あそこはなんか何もないんかな。ここ。なんもないんかーい。指名手配？そういうわけじゃないんかな。なんかこれ、うまいって書いてない？下のもなんかクリボって書いてる気がする。星の降る丘にはとても仲の良い兄弟が住んでいるそうですよ。弟のアツメールは星のかけらを持っていくと何かのバチと交換してくれるそうですよ。お姉さんのミステールは占いでバチのありかなどを教えてくれるそうですよ。ミステール、辛いな。あったよね、あの兄弟やろ。砂漠の真ん中に立つサボテン岩、南に2つ、東に1つ。青きサボテンの生える場所でつむじ風に身を委ねるべし。さすれば何時つむじ風の力を得ることができよう。これ、あの情報屋っていうか、あいつが言うと情報やんね。普通に街中に張り出されとるやん。やあ、こんにちは。私は考古学者のチャールズ先生の手伝いをしています。アラビン遺跡の発掘のため、先生と一緒にカラカラ砂漠にやってきたのですが、毎日暑くて喉はカラカラ。早く家に帰りたいです。大丈夫？コーラ。あ、でもあれか、カッパの皿じゃないけん、別に乾いたけんどうってことはないんか。逆にあれよね。なんやった？あの、コーラ、なんか火、太陽の下で干しとったりすることない？脱いでとかじゃないけど、コーラ干しみたいなの聞いたことあるよね。昔々、カラカラ砂漠にはアラビン王国という国があって、エライチという王様がいたんじゃ。ところがエライチはある時家来に裏切られてしまい、アラビン王国も滅びてしまった。しかしエライチは諦めなかった。信頼できる仲間たちを集めて裏切り者たちをやっつけたのじゃ。おー、すごーい。その仲間がカラカラタウンを作った偉大な大盗賊たちの始まりになったんじゃよ。へー。おー、びっくりした。
あ、ここ休めるとこか。ここがやっと。ここは心も体もリフレッシュ。で、おなじみのキノピオハウスです。泊まっていきますか？泊まる泊まる。体力なかったんよ。ペラ。よく眠れましたか？それでは元気で、いってらっしゃい。ありがとう、行ってきます。あの、走っていったやつはどこ行ったんやろうね。アラビー遺跡を探すために、チャールズとかいう考古学者がこの辺りに来ているらしいね。いくら砂漠を掘り返しても、偉大なアラビー遺跡は見つかりっこないのにさ。大昔、カラカラタウンを作った盗賊たちの親分は、ある王様の子孫だったんだ。そして王様が砂漠に隠した遺跡を荒らされないように大事に守っていたんだそうだ。今でも親分の子孫が遺跡を守るためにこの町に隠れていると言われているんだよ。この町に。え、またなんかめっちゃ走ってった。なんか物をくれる人はいい人、いい人にはいいことを教えるよ。そんな考え方で大丈夫？なんか騙されそう。あげようか。何をあげればいいんだろうか。とりあえずダブっとるハニーシロップ。お、物をくれた。あんた中くらいのいい人だね。すごくいい人ならもっとなんかください。じゃあ眠れよ行こうよ。お、物をくれた。また中くらい。すごくいい人ならもっとなんかください。どんだけだよ。え、これなんか永遠に物取られるだけとかじゃないよね。あっち行け失神。あんたたくさん物をくれた。すごくいい人。一応なんかランクアップしよる。私、物くれって言うんだけど、実は町の情報屋やってるの。いい人、あんた何が知りたい？何が知りたい？砂漠の遺跡へ行くには。アラビー遺跡に行くには、ロレンチョ英文に会ってその場所を行かないといけない。ロレンチョ英文はカラカラタウンを作った大盗賊の末裔。オエブンが町のどこにいるのかは仲間だけしか知らない秘密。本物のいい人にしかオエブンの秘密は教えられない。すごくいい人じゃダメ？まだ知りたいことがあるならもっとなんかください。また渡さんといかんの？めっちゃなくなるんですけど、いろいろビリビリキノコハニーシロップ。物をくれてありがとう。お返しに何か教えよう。あんた何が知りたい？カラカラ砂漠について。カラカラ砂漠は果てしない、どこまでも続く砂の海。砂の下には空にある星よりもたくさんの秘密が埋まっている。伝説のアラビー遺跡もその中の一つ。ロレンチュウェブンの他には誰もその場所を知らない。まだ知りたいこと、まあなんかあと一個あったよね、情報。キノコ、あと一個しかないよ。物をくれてありがとう。好きな食べ物？誰の？君の？どうでもいいんだけど。モノクレイの好きな食べ物は、レで始まってんで終わる黄色い酸っぱい果物。レモン？かぐわしいあの香り。そいつは砂漠のオアシスに実っているんだ。もしあんたがオアシスまで行って、私のためにそれを取ってきたら、あんたはきっと本物のいい人だ。あ、ロレンチョエブンの居場所がわかる、教えてくれるってこと？そういうことか。本物のいい人だけがロレンチョエブンの仲間になれる。まだ知りたいことが、いやもう何もなかったやろ。じゃあね、バイバイ。うわー、めちゃくちゃむしり取られた。つらい。で、さっきのネズミはまた戻ってった。おお、帰っていきよる帰っていきよる。入った入った。このお店の人、おお、いらっしゃい。カラカラタウンにこの店ありと言われたチューチューショップへようこそ。さて、今日はどんなようだね。いや、大丈夫かな。預けに来たって何？売るとはまた違う感じ？だからさっきからなんか行ったり来たりしよることについては何も教えてくれないのね。とりあえず一旦セーブしとこう。で、オアシスにレモンがあるって言ったよね。オアシス、この辺あれやろ、また盗賊みたいなのがピューってやってくるんよね。いややわ。あれすごい苦手なんよね。ね、猛ダッシュで。じゃあびっくりした。でもこれあれやな。あれやな。もうこれで終わりっすね。いけるか？
いや、やっつけれてない。ダメだ、終わったダメだ、終わったよ。くそ、これセーブのところからやっけ。よかった、さっきセーブしといてこの辺できたよね、なんか。あれ、おらんやん。あれ、ここ、こん、けー、来たー。あー、やめてー。あ、違う違う違う。ね、オアシスどこ、オアシス。ね、ねえって。話せねえ。ここから、お、南東に進めばレモンやライムの木が生えているオアシスという場所がある。オッケー。涼しくて気持ちがいいところさ。休憩するにはぴったりだけど、途中に変な奴らがいるからね。もしオアシスへ行くんなら、あんた注意しなよ。注意します。サボテンもおるんやないん。やめてくれ。ひー。いやー。ちょっと待って、助けて助けて助けて。南東こっち？こっちでいい？なんかタイマーあるよ。あのタイマー何？どうやって行けばいいんやっけ？とりあえずあれか。あ、これや、これ。で、パレッタ？で、これか。届かねえ。え、そこの壊してしまったけん。これ、行って、来たら、よし。これで行けるかな？これか。届かねー。もうちょい上からじゃないと無理やん。ね、オアシスはなんかあるよ、あそこにも。ここは登れる？あ、登れた。で、あっち側渡れるかな。届かねー全く持って届かねー。なんだよあれ、どうやって行けばいいんだ。で、オアシスはどこにあるんですか。またさらにこっちかな。ひぃ。やめろって。あっやめてください。追いかけないでください。この辺じゃない？ほら、オアシスや。レモンは。レモン、レモン。なにこれ。これはスーパーブロックです。仲間を一人ランクアップできます。何ランクアップって。ランクアップした仲間は攻撃力がアップします。さらに新しい技を一つ使えるようになります。どの仲間をランクアップしますか？え、一人だけ？え、クリオの攻撃力がアップする技、クリオチャージができるようになる。敵の目を回して動けなくする技、ぐるぐるコーラができるようになる。地上の敵全体、あ、これいいやん。スーパー爆発ができるようになる。敵をバトルから連れ去る運び出し。あ、私ピンキーにしよっかな、ランク上げるの。この仲間をランクアップさせますか。はい。全体攻撃強いよ、やっぱ。その分ポイント使うんやろうけどね。ピンキーはスーパーランクになりました。見た目変わらんねや。見た目も変わってほしいな。あ、体力回復できる。ありがたや、助かる。え、で、レモンは木とかかな。何をどうすればいいんやろ。あ、これレモン、ライムや。砂漠のオアシスになっている木の実、 FP が3回復する。1箇所につき1個ってことかな。じゃあこっちは、あ、レモン来た来た。お、砂漠のオアシスになっている木の実、 HP が 1FP が2回復する。よし、帰ろ帰ろ帰ろ。あ、でももう道忘れたな、私。来ないでくれ。はい、レモンをあげましょう。どや、これはレモン、私の大好物。大好物をくれるのはあんたがいい人だって証拠だ。いい人にはいいことを教えるよ。ロレンチュに会う方法。ロレンチョエブンに会うためには、まずこの町のお店に行くことだ。ほうほう、あの店か。そして、しなびたキノコとボロボロハンマーを買うんだ。ほう。
買う順番は必ずしなびたキノコを買ってからボロボロハンマーを買うこと。それがロレンチウェーブに合うための合図だ。間違えずに買えばお店の主人がロレンチウェーブに合わせてくれる。順番を間違えるとダメだよ。まだ知りたいことがあるならもっとなんかください。いや大丈夫です。じゃあね、バイバイ。ウェーブに会えることを祈っているよ。ありがとう。ね、さっきから気になっとったんやけどさ、この裏なんかおることない？気のせいかな。めっちゃなんかおるように見えるんやけど、どっか別の場所から行けるんか、それとも全然関係ないんかな。しなびたキノコとビリビリハンマーね。え、合っとる？なんか違うような気がしてきた。ボロボロハンマーか。しなびたキノコとはどれ？これか。はい、カラカラに乾燥したキノコ。待って、私コインゼロやん。やばくない？コインゼロなんやけど、ちょっと信じられない。敵倒してこよう。しなびたキノコ、しなびたキノコはコイン2枚になるけどいいかね。買いましょう。おありがとよ。ボロボロハンマー、ボロボロハンマーはコイン2枚になるけどいいかね。買いましょう。おありがとよ。おう、ぬぬぬぬぬ。しなびたキノコを買ってからボロボロハンマーを買うのはロレンチウェーブの仲間だけが知っている秘密のサインってことは、あんた仲間だな。これ絶対知らずにそういう買い方する人おると思うんやけど。よう兄弟、何か聞きたいことがあれば聞いてくれよ。この順番で買った上で自分から言い出す人じゃないと無理じゃない？ねえ、あっちから来られたら違うけどはいっていう人おるよ絶対。ロレンチ親分に会いたいのか？親分はカラカラタウンの一番高いところにいるんだ。上へ上へと言ってみな。上に行けるところなんかあった？ああ、結構です。じゃ、一旦回復していこっか。